5月25日後楽園ホール大会で行われます世界ジュニアヘビー級選手権試合、チャレンジャー武田正史対チャンピオン青木敦史の記者会見を始めさせていただきます。まずは、挑戦者、武田正史選手より、意気込みの方をよろしくお願いいたします。はい、まあ今回全日本のね世界ジュニア挑戦させてもらったので、まずは挑戦を受けてくれた青木選手と全日本プロレスさんに感謝いたします。まあとりあえずね、決まったからにはもうかませ犬にはなりたくないんで、もう完全に取り行く気持ちで、てかもう取る気でいるんで、もう自信たっぷりで25日はリングに上がってやろうかなと思いますですね。まあ全日本のファンしかり、まあ青木さんも僕のことどう思ってるかわかんないですけど、まあ大半のファンの人がデスマッチだけのちょっと頭のおかしいやつだなと思ってる可能性があるんでね、まあそこを180度ひっくり返すような試合をして、まあ俺には出してない引き出しがまだあるんで、まあ当日まあな、全日本じゃ狂気だったり血とかは NG だとは思うんですけどね、まあ何が起こるかわからないっていうか、ちょっと注意しとけよっていう、それだけは言っときたいです。はい、はい、ありがとうございました。それでは続きまして、チャンピオン青木敦史選手、コメントをよろしくお願いいたします。はい、まあ武田選手との、タイトルマッチが決まりまして、何度か、その決まる前にも試合はしてたんですが、非常に、面白い選手だなっていうのは感じました。で、まあ今、本人も言ってましたけども、まあ、デスマッチの方がイメージは確かに強いかもしれないんですけども、僕はそれ以外のところにも注目はしてるつもりなので、今回はこのね、全日本の世界ジュニアのベルトですから、 PW のルールにのっとってしっかりと試合をしてもらいたいなと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。選手、面白い選手と何度かやって感じたとおっしゃってましたが、どんなところが具体的に。はい、面白いっていうのは、まあ今言った通り本当に武田選手ってデスマッチのイメージが確かに強いと思うんです。他の選手とかいろんなところからも見てもですけど、彼の元々のベースになっているものはレスリングであったり格闘技であったりそういうものだと思っていますので、やっぱりそういうしっかりとしたベースを持っている人に、実際プロレスをやった時、肌を合わせた時にやっぱやったものにしか分からない強さとか良さってものがあるわけで、それを感じることができたんで非常に面白いな、この選手ともっと試合していきたいなっていうのは感じました。武田選手も今まで前哨戦も含めて何度か青木さんとやってきましたけど、どの辺が対戦相手として見るっていう、そうですね、まあ3月に初参戦させてもらって、その時に、まあ、肌を合わせたわけで、まあ隣にいた佐藤光は何度か対戦経験があって、まあもちろん手の合う選手だなと思ってたんですけど、それ以上になんか自分の中でまあ今も言ってましたけど、やったものしか分かんないような手応えというか手が合うなっていうのがあって、すごい興味が湧いてきましたね、その時点で。相手である青木選手と同じぐらい世界ジュニアのベルトにも魅力を感じているかと思うんですけど、どの辺が特に。そうですね、このベルトはなんですかね、まあ、歴史あるベルトなんでね、なんか僕はちょっと人と違うものが好きなんで、このベルトがフックで止まるというね、この独自の形をしているこの歴史のあるベルトがすごく魅力的だなと。まあ、それを巻いてる青木敦にもっと魅力を感じたんで、これはもう狙うしかないなと。まあ思った以上に早く決まったんで、もう熱が冷めないうちにやれてよかったですね。
はい、自信がたっぷりあるとか、はい、強気のことをおっしゃってましたけど、その根拠はどこから？根拠はないっす。根拠はないんですけど、もう負けるとか口にしたら始まんないって、こんなものは。まあ最初にも言いましたけど、カマセイヌになるつもりはないんで、もうなんだろう、全日本プロレスアウェイかもしれないですけど、もうね、自分の世界を見せつけてやろうかなと。そういう気持ちでいかないとこのベルトは取れないと思うので、まあ楽しんで試合します。はい、青木選手、武田選手は、まあ、青木選手と知らない修羅場だったりするのを振り抜けてきた選手だと思うんですけども、やっぱりここは全日本のタイトルマッチというものを見せつけたいという部分もありますか？そうですね、まあ武田選手、多分自分の知らないスタイルでの試合はたくさんやってますし、引き出しっていうものに関しては彼の方がはるかに多いと思ってます。だけど逆に言うと、自分もプロレスこのスタイル一本でやってきてるんで、そこの引き出しと深さというものは自信はありますので、とにかく、まあ自分の形は崩さずいつも通りですけど、やっぱり彼の魅力的な部分というものは好きに出していただいて、それで自分が受けて勝てればいいし、負けてしまえばそこまでだし、そこの勝負になると思うので、特別大きなものは意識しているつもりはないですけども、とにかくお互いが全力を出して、この世界ジュニアっていうベルトをどっちが巻くにふさわしいか、どっちが巻きたいか、そんでどういう風にしていきたいか、そこの勝負になると思うので、特別もう勝負はもう時の運じゃないですけど、その時にならないと分かりません。とにかく全力を僕は尽くして防衛をしたいなと思っているだけですね。はい、武田選手は今の青木さんの話を聞いて、はい、例えばベルトを巻いた暁にはこうどうしていきたいかみたいなことってのは今ありますか？まあなんですかね、そんな先のことは全く考えてないですけど、まあ、どうせ巻くなら僕にしかできないような、まあそれこそ大日本プロレスとかそういうデスマッチのリングにこのベルトを巻き込んでやろうかなっていう気持ちもありますけど、まあそれは全日本サイドが起こるかもしれないんで、そこは理性を保つ、必要もあるんだろうけど、そこをね勝手にやるのが俺のスタイルだと思うんで、まあ何も考えてないです、とりあえず今このベルトが欲しいです。はい、それでは引き続き、6月9日、伊勢崎大会で行われます、ガオラ TV チャンピオンシップ、チャレンジャー田村和弘対チャンピオン中島洋平の、記者会見を始めさせていただきます。まずは、チャレンジャーヒートアップ田村和弘選手、意気込みのコメントもよろしくお願いいたします。はい、この赤いベルト、僕もデビューしてからずっと赤なので、この赤いベルトがとても眩しく見えております。こういうチャンスをいただいて、アックスボンバーズそして大森さんに感謝したいと思います。必ずこのベルトをアックスボンバーズに持ち帰り、そしてまたアックスボンバーズでこの全日本プロレスを盛り上げていきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きましてチャンピオン中島洋平選手、コメントをお願いいたします。はい、今、まあ、田村選手の意気込みはいいんですけど、ちょっとこれが気になりすぎてちょっと全然触る触るちょっと触る全然会見内容が頭に入ってきてないですけど、ちょっとなんか触るなんだ。いや触るない。俺の大事な、何やってんだお前ら、お前大事な会見だろお前。そうですよ田村も、ちょっと大事、もうちょっと大事、お前俺なんだパワーウォーリアーじゃねえか、はい、パワーウォーリアー、はい、お前大事な会見だぞお前、はい、しかもこれどこの団体だと思ってる、まあ、スポンバーズもベルトかかってんだぞ、もうちょっと大事になあお前、いくらいや本当プロレス好きだなお前本当このベルト取るまでは、はい、今回はこれが大事だとしても俺が預かった。ええー、
じゃあ、僕、あの家に飾ってあるんで、ちょっと、大森さん、それがないと、いやちょっと、こっちはもう目がかかってんだ、ちょっと、大森さん、大森さん、それそうだろ、ちょっと大事にしといてください、大森さん、お願いしますよ、ちょっと、そんなね、大事に大事にって言うならね、あんな埃だらけにしちゃダメでしょ、いや話聞けよ、ちょっと、大丈夫かな、え聞いてます、大丈夫かな、大事だったらもっとちゃんと綺麗にしときなさいって、いやあれ大事なんですよ、僕あのもうね15年16年もっと前かな、もっと前にね、あのちゃんとお小遣いで買って、もうそれからずっと家に飾ってあるんですよ、だからもうあれがないと僕ん家のね、なんかこう家宝がなくなったみたいでちょっと心配ですね、まあ田村さん、はい、これガオラのタイトルマッチの会見なんで、わかりました、ね、僕は必ずあのパワーウォリアーを取り返すためにこのベルトを絶対にこの腰に巻いて、そして大森さんからパワーウォリアー返してもらいます、あんたね、パワーウォリアー返してもらうためにこのガオラ挑戦するんじゃないだろう、いやそんなんだとね、ガオラは動かないよ、ね、いやもうね、新しいねこうモチベーションができたよ、もうね、知らないよ、この赤いベルトが欲しいプラス、あのやっぱパワーウォリアーをあの取り返さなきゃいけないっていうこの使命、わかる、かこの大事な使命、わかんないでしょ、なんでわかんないの、わかんないよ、お前本当にプロレス好きだろ、好きだよ、好きじゃないだろ、俺だってね、あのフィギュアがどんだけ大事なものかっていうのが、実家帰った時に部屋見たらね飾ってあったんだよ、何を、秋山さんのサイン、大事にしてますよそりゃ、お前俺な15年ぐらい前の俺まだ今のパワーウォリアーのサインを飾ってあるんだ、いやだってね、あんたね団体考えて、まずえ見てこれ、さっき何ライオンマーク、ちょっと待って、じゃあ、ま、その辺デリケートなんで、待て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 、それと、うん、まあ、全日本プロレスの会見だけど、うん、それとプロレス好きかどうかはまた別だろ、別だろ、別だ、じゃあなんで持ってきてんだって話でしょ、大事なもんだから持ってきたんだ、関係ないでしょ、いやいや俺、ま、その辺もね持ってないの、スパでも読んどけよ、そんなの、なんだよスパってえ、いや俺週刊プロレス以外見ないから、いやいやスパ読んどけって、いやいやいやスパかアンなんだよ、いやいや、ね、俺は週刊プロレス以外見ない、だからねベントは寄ってかないよ、いやいや俺はもうベルト、だからパワーウォリアーもどっか行っちゃうんだよ、必ずベルト取ってパワーウォリアーをね必ず持ち帰ります、いやいやそんなね、パワーウォリアーしかも返す返さない、大森さんのさじ加減だから、大森さんね、クソ大森さんって対象誓ってんじゃねえか、いやいやおかしいだろ、え絶対取り返すよ、まあでもね、私は今日コントしに来たわけじゃないんで、しっかりこのガオラ、6月20日函館にもね私の家族待ってますんで、このガオラに会いたいと待ってるんで、ちょっとまためっこと遊びに帰ろうかな、お前なんだよ、家族のために持ち帰るのか、いやいや、おい寂しがってる、そんなことさせるわけねえだろ、ガオラもね、うちの家族に会いたがってるの、え聞こえない、タムちゃん言ってねえ、タムちゃんタムちゃんタムちゃんを呼んでるよ、タムちゃんとは言ってない、呼んでるよ、ヨウちゃんって言うんですか、お前そんな都合のいいことさせないからな、もう一回聞いてみ、えヨウちゃんパワフォーリア、パワフォーリア違うだろ、おかしいよお前、都合いいようにね、お前の実家にねこれ持って帰らさねえからな、いやいや絶対に、いやもうだって飛行機取っちゃったもん、絶対に帰らさない、俺ん家に飾るパワフォーリアの隣に飾るから、いやいや、まあ、あんなね埃まみれにされちゃこのガオラかわいそうでしょ、いや絶対持ち帰る、いやこんな〇だと思わなかったな、あの、この書いちゃったP お願いします、 P、 いやおかしいだろこの人、えまあでも明日の沼津、そして後楽園ホール、前哨戦ありますんで、そこ2回しっかり勝って、来月6月9日に、しっかり結果を残してつなげたいなと思います。AJ レンジャーズ対アックスボンバーズっていうのも、 AJ レンジャー対アックスボンバーズっていうのも、まあこのガウラの試合につながる大事な試合なんで、そこもしっかり AJ レンジャーが上だと、強いんだということをしっかり示した上で、パワーウォリアー奪い取ってぶっ壊してやろうかなと思います。お前壊すんじゃねえよ絶対に壊すんだよ、いやいやそんなん俺そんなこと絶対させない、いやそんなんじゃ、後楽園もアックスボンバーズだね、この、うん、絶対勝つから、だったらそこ大森さんのフィギュアじゃないですか、いやね、大森さんのフィギュアはまた別なところに飾ってあるんだよちゃんと、じゃあ今日それ持ってきてよ、大森さんのフィギュアそう簡単に動かせねえんだよ、なんで、あこのベルト取ったらじゃあ動かしてやるよ、よくわかんないな、見たいだろ、ちょっと見たいけど、見たいだろ、ちょっと見たい、じゃあ俺がこれ取ってお前見せてやろうから、はい、うん、まあでもベルトはこのガオラは僕から離れないんで、いやいや絶対取ります、はい、
はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。田村選手、今日なぜ、まあ、中島選手もおっしゃってました、なぜパワーウリア。いやいやいや、僕は毎回どこに行くに関してもフィギュアを持ち歩いて、はい、今日はパワーウォリアーの気分だったんですけど、はい、この間の3、バトル面はちょっと緊張してたんでグレートムタでした。緊張してたからグレートムタって納得できるんですかこれ。いや、大丈夫ですか。納得はできないですけど、まあまあ。テンション上がってるときは、テンション上がってるときは小島さとし。寂しいとき、まあ、天山ひろみ。ウキウキしてるときは、大仁田敦史。だそうです。先ほどから全日本の選手のフィギュアの名前が全く出てこないですけど。そこは全日本のは大事にしてるってことですよ。はい。あ、じゃあボンブリさんは本当にもう神棚に飾る。神棚に飾ってあります。絶対嘘でしょ。飾ってあります。絶対嘘でしょ。僕は未だに、はい、初期のアックスボンバーズ T シャツ持ってますから。いや、知らないでしょ。知らない。知らないでしょ。あれね、最初こう印刷じゃないの。なんですか。もう4枚しかない。はい。知らないでしょ。知らないけどどうでもいいですそれは。そう、はい、それぐらい僕は大森さんを神だと煽ってるんです、はい、でも負けられなくなりましたね本当に。何言ってるんですか皆さん。いや今タイトルマッチそういうもんですから。いや、さらに負けられないなんて。いやいや、どうでもいいよ。フィギュアなんて水道橋行けば売ってるよね。今考えれば考えるほどちょっと家になんかもう水が漏れちゃったみたいな。何言ってんの感じで気が消えてない。っていうかね、あんなんね、授業中に携帯電話いじって没収された生徒と一緒だよ。なんで会見に持ってきてんだって話でしょ。来月までなんか心にこう穴が開いた、ちっちゃい穴だよ感じ。集中するしかないね、このベルトに。元から集中しろよ。ガオラ。どうすか、チャンピオン中島選手としては、はい、今日の会見を受けて、はい、ですか、またより挑戦者に対する認識が変わった。いやー、よりモテねえなっていう感じはしますね。もうちょっとガオラも引いてますからね。やっぱりこう、スパでもね、アンアンでも持ってきてあげればよかったなと。警戒心が今までと比べると、はい、強まりましたね。こんなちょっと何をしでかすか分かんないような選手だと思ってなかったので、もっとまともな選手だと思ってました、僕も過去、田村選手の所属している団体に参戦させてもらったことがあったんですけど、その時とはもう180度印象が変わったので、その時はもう本当にまっすぐな熱い選手だと思ってたんですけど、まあ、ちょっとその熱の向き方がちょっと変わってきたんじゃないかな。いやいやいや、はい、ちょっと待って。いや、俺はプロレスに対して熱いよ。熱いからこそあのフィギュアが欲しいんだ俺は。わかるか、お前。知らない。お前にこの気持ちがわかるか。わかんない。プロレス好きのお前の気持ちわかるか。言葉出てねえじゃねえか。なあ、寿司さんじゃないんだからちゃんとしないでよ。俺は お前フィギュア持ってる。フィギュアは持ってねえだろ。はい、持ってないだろ。持ってない。失格だよお前。いや、なんでプロレスは失格だよ。いやいや、アホ。ちょっとアンケート取ってこないで。あんま持ってないですよ。絶対持ってるよ、ね、いや絶対持ってる。まあでもフィギュアと本当にガオラは関係ないんで、ちょっとね、ガオラも本当に引いてるんで。この間家の断捨離したんですよ。で家からもうすごいたくさんの週刊プロレスが出てきて、一番上に置いてあったのが大森隆夫と橋本慎也、はい、いよいよ対決。はい、ずっと1時間ぐらい読んじゃいました。知らないよそんな小話。俺もその DVD 持ってますよ。持ってんの？持ってますよ。やるな。
こんなね、トークショーじゃないんだよ、会見なのこれ。はいはい、ちょっともうこんな頭のおかしい人だと思わなかったです。なんでもちょっと試合でも何される、何しでかしてくるか分かんないんで、ちょっと今まで以上に警戒心は強まりましたね。ねえ、触んない、触んない。あんた欲しいのフィギュアでしょ、ね、いやいや、なんで顎出すの。いやいや、いいよ。